はいどうもこんにちは、あずきがむゲーム実況チャンネルです。今日もねドラゴンクエストライバルズの方をやっていくわけでございますけども、まずね最初に一つ言わせてほしい。低評価多くね。いや多すぎやろ。お前らツンデレなのかな。まあその辺にしとこうか、触れるのはね。まあ結構ね、グダった試合見せちゃったかなって思うし、まあ、遊郭クールっていう名前があるみたいですね。まあ、それをね、勝手に命名したとか言って怒った人もいるんでしょう。まあ、8ツンデレの2ガチ勢だろうな。まあ、ということでね、まあ、今回は、まあ、そんなね、ククールの新しいデッキね、作ってきました。そのデッキがこちら。ドラゴンククールということでね、まあ、結構有名なククールの形になるんではないかなと思います。まあ、キーカードとして、このね、グレイナル。で、グレイナルを出すことによって、竜戦士の宝具。で、テンションスキルをね、まあ、英雄竜の祝福で、毎ターン HP プラス3と、ランダムなドラゴン一体を復活させるというスキルに変えて、まあ、これでね、まあ、ドラゴン系のやつをバコバコ場に出すというデッキコンセプトになります。まあ、なんで基本的には早めにグレーナルを手札に入れたいってところじゃないかな。で、まあ序盤のね、動きにも対応できるように、オードラキーだったりとか、まあエロスの弓が入ってるといった感じかな。で、最近多いアグロ系のね、デッキに対してニフラムを使うことによって、盤面をね、解決することもできるっていう、このニフラムっていうのは結構優れものなカード。ということでね、早速、デッキ紹介ばっかしててもあれなんでね、バトルの方でこのデッキ使っていきたいと思います。はい、ということで、お相手はゼシカのニャンさん、よろしくお願いします。ゼシカデッキということでね、まあ、早めの動きを相手がしてくると思うんで、それに対してはこちらをね、返しの破壊と回復で対応していきたい。ジャガメージか。相手多分1コスのカードそんな入れてないと思うんだけど、持っとかないと怖いね。持っとかないとダメだね、これ。どうするかな。ここはジャガメージ交換とかいうことはなかったな。考えに。あ、氷塊ゼシカの方が若干動きが遅いんで、氷塊ゼシカであることを祈りますかね。パワースナイプ、いいね。破壊カードが手札に入るのは非常に優秀である証拠ですね。まあ、これでターンエンドと。さすがに、次は何か出てくるはず。おお、スキブ増やす？何デッキだこれ。スキル3回増やしたりしたな、しかもこれで。鬼強いぞ。まあ、ここは持ってくる方にかけましょう。で、オルゴデミーラ引くのか、グレナル引くのか、いい方を引いた、ターエンド。ただ、スキルがちょっと怖いですね、これ。応援ゼシカ。いやー、スライムっすか。へぇ、まあ。パワフルバッチのこいつに関しては、まあ、基本、基本的には放置でいい気がするんだけど。ああ、なるほどね。なるほどねっていう感じになってきたな。じゃあ攻撃力下げて殴るか。ゼロにしちゃえばね、こんなん、いてもいなくても変わらないただのおもちゃになるんで、俺にとって。やっぱ6コス超えてからのククールっていうのは非常に強くなりますね。さっきのね、必殺技で3回スキル貯めたカードっていうのが非常に怖い。何を考えてるのか、マジで。そしてそっちに攻撃をするっていうのも不思議ですね。手札にヒャドがあるのかな。でもヒャド使うデッキだったら使わないんですよね。メラミ使わせたんだったら全然 OK だな。ただ次の動きは何もできないですね、これ。現状の手札だと。まあ、モンスターなんか出されると、後ろに出されると、それはそれでめんどくさいんで、それを突破する感じかな。次のターンは。さっさとターンエンドしてほしいな。スライムとか持ってんのかな。あ、そういうことか。これスライムゼシカが。今更だけど。倒したことね。相手にしたことないデッキなんでね。これちょっと怖いっすね、スライムゼシカ。グレナルか。今これでグレナル出すとグレナル確定は気になるのか、必殺技が。だとしたらかなり優秀ですね。
相手はターンエンドを忘れている感じかな、この感じ。結構いるんですよね、ターンエンド忘れちゃう人。はい、パワースナイプということで、今回はここを破壊することを優先して、で、じゃがめは取っとかないといけない気がするんだよな。多分これじゃがめ温存が正解ですね。相手がスライムデッキだったら多分ジャガーメージは出しちゃいけない。開始の手札として必要ですね。37の動きで全体に3点与えられるし、回復もできるっていうのでね。このベリアルとの動きも絡ませられたら最高に嬉しい。なるほど。非常に優秀なカードをお持ちでございますな。スライム出てきたってことは、結論的にこれめちゃくちゃ正解の動きできたぞ。むっちゃ正解やな。正解すぎないこれ。え、待って待って。これグレーナル出す方が正解。いや、そんなバカな。普通にこれでいいな。で、こうじゃない？で、まあここテンションスキル使うかどうかだけど、まあ多分回復させといていいな。さすがに1点だとね、メラとかヒャドとかで突破されちゃうし、テンション1回上げられる状態だしね。これはかなり攻めてる感じするけど、相手のスライムの呼び出しに対してね、ああいう動きできたのは優秀かな。さすがに8ゼシカではないと思うんでね。5枚か。相手手札一気に回復したな。最強の魔法使いベロニカ様がお相手するわ。それはいいでしょう。良きかな。突破できるしね、現状の手札で全く問題なく。さあどうするかな。まずここ殴って、で突破ですね。ただ出しの突破は強いな、3点の。でグレーナル出して、テンション上げでこいつはリーダーに3点殴ると。これでターエンド。いやー、あとは相手のゼシカが全体破壊で効果力与えるカード何枚持ってるかっていうのが本当に怖い。あとグレナルが破壊されないっていうのもめちゃくちゃ怖い。まあさすがになんかするでしょ。相手としてはこれグレナル残したくない盤面なんだろうけど、こっちかな。暴走魔法陣。魔法陣1個だけなんでね。全く問題ないっす。ってことはメラミ持ってるパターンかな、これ。さすがに次のターン回復しちゃうのに、この出し方はないよね。破壊しない以外に。あー、なるほど。全然 OK だな。あ、でもちょっとめんどくさい。ちょっとめんどくさい。4点あるのがめんどくさいな。ただここに使わせたのはでかいぞ。まあ今回に限って言えばここは確実に出さないといけない盤面なんで、出してもらって、でこっからだな。テンションスキルはね、これで変わる。まあ変なことするとまためんどくさいことになりかねないんで、これで突破して回復。これによってグレーナルを出したい。出てこいグレーナル。これでテンション上げてターンエンドですね。いや、非常にいい流れというか、割と何来ても対応できるな相手。さすがにね、一旦でね、25点飛ばす強者はいないんですよ。
ちょっと待って、強い強い。出てくるカードがアサオで強すぎないか。まあまあまあいいでしょう。そういうこともある。あとはどれだけ耐えれるかだな。これ相手がね、なんか突きってグレナル一切攻撃しない動きをしてくれると、グレナルの効果でテンション上げて、またねグレナル出せるんで、グレナルサイクルに入れるんでね。さすがにグレナル殴ると思うんだけど、どうかな。下もしかして。おってことはこれグレーナル残る盤面じゃね。ウォールとか貼って終わりにしてくれるとね、めちゃくちゃ嬉しい。応援、これウォール貼る流れじゃないか。氷塊を出す、めちゃくちゃいい流れじゃないですか。思わず笑みがこぼれるぐらいめちゃくちゃいい流れ。俺のターンだ、まあ、ということなんでね、まあ、荒らしてくれということなんで、まあ、これも荒らしていただきましょう。荒らさせていただきましょう。はい、おら回復じゃ。こうやってね、2匹目のグエナルが出るという、相手にとってはマジで自己グエズな盤面になるというような。で、4コス出す。多分全体処理ないと思うんだけどな。ここは突破させてもらって。で、まあ、モンスター並べといた方がね、この盤面強いんで、普通にドラキー出して、これでターエンド。相手はただの氷塊1枚というね。泣きたくなるだろうな。これしかもドラゴン処理しないとテンションスキルでアホほど上がってくっていう盤面なんだけど、めちゃくちゃいい手札持ってますね。まあでもデドスは使わせないといけなかったんで、これはありでしょう。なるほど、手札リソースはだいぶ使わせたな。これでプラス思考でいきましょう。ここはね、出すよ、そりゃ。出す、出す。これな、ランダムでも当てられるから強いんだけど、出すべきか、今。今じゃない気がするんだよね、めちゃくちゃ。投げとくか。いや、出そうか。4ダメージ与えられるわけだもんな。エンドだな。氷塊残ってたとしても何もできないよ、相手は。自分のデッキ、お、8コス。マジで厄介だな、このカード。そして手札にザキがあるのがこんな強いと思わなかったな。マジで何着ても対応できるぞ。3個性こんな強いカード出んだな。にしても。まあまあまあ。もうね、応援することはできないんで、相手は。これで、厄介なカード出てくれってことはないでしょう。魔導スライム、特技を使うためにランダム系のスライムカードを手札に1枚加えることができると。問題ないな。なんならこのダメージがちょうどだもんな。アホほど強い盤面だぞ。いけ、ポンポンと8点与えて、まあさすがにこれでターエンドでいいんじゃないかな。あとは天使の施しとか引きたい。はい、相手辛いっしょうね、これ。ああ、セクシービームっすか。
そういうカードも入れてんのかってか、そこに置いたのが強いな。でしょうね。突破するでしょうね。俺でもするもんな、そこは。なるほど。シーゴーレも出すと。厄介極まりないけど。これ、残しありだな。残しがめちゃくちゃ強いような気もする盤面ではあるけど。なるほどね。それを引けるのか。ここでそれ引くか。回復するぜ。まあまあ。グレナル出す。グレナル出たんだったらここだよ。確実に当てなくちゃいけない。え、ベリアル出してみる？そっか、この盤面もうベリアルいらないな。ベリアル出しちゃおう。タエンド。ベリアルが邪魔。そうそう、デミーラとのコンボも入んないしね。なんでこれでいいでしょう。全体にマダンテ持ってんのか。強いなあ。あ、しかも俺にもダメージ入んの。いやー、つらいつらい。あ、でも全然関係なかったわ。なんなら出てきたわ、もう一体。さすがにね、マダンテ2枚入れてるデッキはないと思う。2点入れる。これ出すか。出す。で、全体回復か、まずは。で、回復させる。回復するぜ。グレナル出すんだ。これしかも12点ならさ、相手飛ばなく、飛ぶね。ふぅ、こういうのが楽しいんだよ。これにて一挙上がりでございやす。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。